はい、皆さんこんにちは。大和太鼓時々猫のゆみっちです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回もですね、子宮全摘出手術を受けてきたお話をしていこうと思っています。最初にね、この動画を撮ろうと思ったきっかけなんかをね、お話しさせていただいてるんですけれども、ちょっと自分がやっぱり思っていたよりも、結構ねたくさんの方に見ていただいているようで、やっぱりね、子宮筋腫っていう病気が、そんなに珍しい病気じゃないで、自分が、周りの人にねいろいろ相談していた時とかも、周りにもね、実は私も筋腫あるんだよとか、もう昔に取ってるよとか、結構いたんですよね。そうなので、今30代から40代の女性の3人に1人は子宮筋腫、小さいものからね、持っているっていう風に言われていたりもするので、そうだから本当にね、私のこの動画が少しでもどなたかの参考に、ね、なれば嬉しいなと思って、今日も動画を撮っていきたいと思います。とはいえ、前回の動画がね、なんか手術当日のお話だったんですけど、なんかもうつらつら話してたら結構長尺になってしまったので、もうちょっとね簡潔にお話できたらいいなとは思ってるんですけど、でもなかなかね、他の動画を検索しても、ここまでね流れをこう忠実に話している動画ってあんまりないかなと思って、で、あくまでも私の体験談ではあるんですけれども、なるべくね詳しくその日の流れとかね、どんな感じだったのかな、どんな様子だったのかなっていうのをね、お伝えしていけたらなと思いますので、今日もよろしければ最後までお付き合いください。はい、ということでね、手術後1日目、手術の翌日ですね、朝看護師さんが、バイタルをね測りに来てくださって、でじゃあ今日からちょっと少しずつね歩いてみましょうということで、でそのずっとね昨日の夜はねずっと横になってたので、術後体をまず起こすことに慣れた方がいいですっていうことで、ベッドのね頭の方の角度をねちょっと上げたんですね。で頭クラクラしたりしませんかって言われて、ああちょっとしますねみたいな感じで、でじゃあちょっとそのまま様子見ててくださいって言って、でその角度でちょっと慣れたら、じゃあちょっとずつ体を起こしましょうって言って、でベッドのその頭の角度をちょっとずつこう上に上げていくっていう感じで、そうでもね、そのやっぱりね角度が上がるにつれて、やっぱクラクラ度もこう増していって、そのうちね吐き気もしてきたんですよ。そうでも看護師さんがこうね、お腹の音聞きますって言って、お腹に聴診器を当てて、そしたらお腹もよく動いてるので少し水分取りましょうかっていうことで、そこでね術後初めて水分を取りました。でその時に持ち物の時にお話ししたストローをつなげてペットボトルの蓋を取り替えてって、こうそのままこういう状態でもストローで飲めるっていうやつが活躍するんですけれども、寝たままでもね飲めるから、そうでちょっと飲んで、でそんな感じでこうゆっくりゆっくり体を起こすことに慣らしていったっていう感じなんですけど、私あんまり体を起こすことに慣れなくて、もう気持ち悪くて、そうでなんかその要は麻酔、私ね麻酔が冷める時っていうか、冷めた時に吐き気がする
人がいるっていうのはちょっと情報で見たことがあって、で私もそうなるのかなと思ってたんですけど、麻酔が覚めた時はもう全然そういう吐き気とかはなかったので、あ、私大丈夫だった吐き気と思って、絶対なると思ってたんですけど、あの普段車酔いとかもするんで、車酔いする人はね、そういう麻酔酔いしやすいんですね。そうなので私絶対気持ち悪くなると思ってたんですけど、麻酔が覚めた時には全然そういうあの気持ち悪さはなくて、でもその翌日の体を起こした時にやっぱりちょっと吐き気がしてきちゃって、で水分も取るんですけど、やっぱりね水分取ると気持ち悪いし、で体を起こしてても気持ち悪いし、でまたちょっとあのベッドの高さちょっと戻してみたりとかしながら、でまあまあなんとか慣れてきたかなっていうぐらいで、また看護師さんが来て、でじゃあ、管とかも全部外しましょうねって言って、フットポンプとか、酸素マスクもそうですし、点滴はねまだその時点では外れないんですけど、うん、でも点滴以外のものは全部管が外れて、で看護師さんがね、じゃあ体拭きましょうねって言って、私の手の届かない部分看護師さんが拭いてくださったりとかして、でそれでじゃ あのお着替えしましょうかっていうことで、あの自分が持っていった部屋着に着替えます。あのずっとね手術着を着ていたのでね、そうで、まあ、あの着替える時にやっぱこう体を動かすとやっぱちょっと吐き気がするっていう感じでいて、でその後じゃあベッドに腰掛けてもらって、あの足踏み少ししましょうって言って、こうやって腰掛けてね、こうやって足踏みをこうしたりなんかして、でじゃあおトイレに行きたくなったらあの呼んでくださいっていうこと でそれまであの水分いっぱい取ってあのくださいねなんて言われて、で頑張ってね、あの吐き気もするんですけど頑張って水をね飲んだりとかしてたんですけど、まあね、飲めば飲むほど気持ち悪くなるんですよね。そうで結局、飲んだ水は全部戻しました。もう気持ち悪くて、で戻したらねちょっとやっぱりすっきりして、だけど、まあ、ちょっとまた時間が経つと少しこうムカムカしてくるっていうのを繰り返してましたね。でそんな中大部屋空いたので大部屋に移動しましょうって言われて、で看護師さん来たから、ごめんなさいちょっと戻しちゃったんですって言って、そのガーグルベースにね戻したやつ捨ててくれたりとかしたんですけど、歩けるかなとか言って言われて、まあでもその時はちょっと吐いてすっきりもしてたので、うん、多分大丈夫だと思いますって言って、まあ頑張ってね、あの大部屋まで20メートルぐらいあったかな、自分で歩いてね、行ったんですが、そうやっぱりね歩き出したらもう吐き気マックスですよ。すいませんって言って、ちょっと戻したいんで、なんかガーグルベースかなんかありますかって言って、でもそしたらビニール袋持ってきてくれて、でやっぱそこでちょっともまた戻しちゃってとかっていうのをして、でね無事ベッドの移動とかが終わって、でもそこからはもうね横になるのも辛くて気持ちが悪いから、でも起きてるのも辛いし、結局ねベッドの上に座ってテーブルの上に枕をこう置いてこういう風に突っ伏してるっていう感じの体勢が一番楽で、うん、ずーっとこうやっていましたね。そうもうね手術が無事に終わって、いろいろねいろんな人から LINE も来るし、私の方からもね無事終わりましたっていう報告もしたい人もたくさんいたんですけど、もうねスマホを見る気にもなれないんですよ。もう見ると文字酔いもするし、
そうだからもう全然そこからはその日は多分ほとんどスマホも触ってなくて、もう触る気もしないから誰にも連絡ほとんど取れずで、そういました。そうもうね、麻酔が覚めた時の気持ち悪さはなかったのに、今こんなと思って、そうでも耐えきれなくて吐き気止めってお願いできますかってもうお願いしちゃったんですね。そしたら最初は飲み薬でっていう話だったんだけど、点滴の方がもう効き目が早いから点滴で吐き気止め流しますねって言われて流してもらったんですけど、あんまりね効きが良くなくて吐き気はねそこまでは収まらなかったんですよ。でね夕飯が48時間ぶりの食事としてね出てきて、まあ夕飯って言っても、もう思い浮からなんですけど、そう48時間ぶりだったんで本当はねちゃんと食べたかったんですよ。ただね重湯でしょ。でもともと私お粥とかそういうの苦手なんですね。食べると気持ち悪くなっちゃうから、そうで気持ち悪い上に気持ち悪くなるものはちょっと食べられないよなと思って、まあでもただそのねちゃんと食べないとみたいな頭はあったので、まあ、少しだけ食べられるだけと思って、で少しお湯を口にして、でお味噌汁がついてたんですけど、お味噌汁はねすっごい美味しく感じて、お味噌汁はね半分ぐらい飲んだかな。であとはなんかゼリーみたいのもついてたんでさっぱりとゼリーは食べたんですけれども、結局口にしたものは全部その後戻してしまって、そうでもう吐いたのは戻したのはもう速攻までだったんですけど、ずっとねこうムカムカは続いてて、でムカムカしてて眠れないと嫌だなと思って、もう前の日もあんまり寝れてなかったから今日はちょっと寝たいなと思って、でもこの気持ち悪いの続いてると眠れないかもと思って、でもう一回ね吐き気止めお願いしたんですよ。そしたらもうその時はすでに点滴抜いちゃってたんです。っていうのはそのね吐き気の原因が痛み止めをこう点滴でずっと流してたんですけど、その痛み止めの副作用から来る吐き気だろうっていうことで、その痛み止めを一回止めちゃってたんですね。で私入院中はほとんどもうその下腹部の痛みとかもその傷の痛みもないですし、お腹痛いのも全然なかったので、術後すぐあったぐらいで、なのでじゃあもう痛み止めもいらないだろうから、点滴も外しちゃいますねって言って針も抜いちゃってたんですね。なので、今から痛み止めってなると、ちょっと飲み薬はないので点滴の針をもう一回刺すしかないんですって言われて、でまあ刺してもらってもよかったんですけど、ただその原因が痛み止めの副作用っていうことだったから、そのね痛み止めが体から薬が抜けていけば吐き気も収まると思いますって言われたから、じゃあちょっと様子見ますって言って、その時は吐き気止めは使わず、でその水分いっぱいねちょっと取るの気持ち悪いと大変だろうけど、水分いっぱい取って代謝をね良くしておしっことかもいっぱい出せば薬も早く抜けるから、なるべく水分いっぱい取ってって言われて、そうでね、そしたらね水分そんなにいっぱいって言えるほど取らなかったんですけど、それまでの点滴のなんか水分なのか何なのか、もうそこから夜寝るぐらいからすごかったんですよ。おしっこの回数が
もうね10分に1回とかトイレに行きたくなっちゃって、そうで、まあだんだん夜中回数も減っていって、あれですけど、まあね一晩でトイレ10回は行きましたね。まあそれはそれはすごい回数おトイレ行って、そうで、最初のうちはねトイレに行くのもこうムカムカするから、あれだったんですけど、だんだんねその気持ち悪さも吐き気も収まってきて、トイレに行くのも普通に行けるようになって、あーなんかやっと薬抜けてきたなーっていう感じはこう自分の中で感じていました。そうだからね、術後1日目はそんな感じで、とにかく吐き気に襲われて終わったっていう感じですね。そう本当痛み止めの副作用で吐き気が出るとは思ってなかったので、ちょっとそこはね想定外ではあったんですけど、でも、そういうこともあるのかと思って、またちょっとね一つ勉強になりましたね。だから最初にそれがね分かってれば、もっとね吐き気に対する対処がそもそもできてたのかなとも思うんですけど、次ねなんか手術をするようなことがあれば、それはね先に、お医者さんにね伝えておこうかなと思ったりもして、でもまあそんな手術をすることが今後ない方がいいので、ね健康が一番ですので、そう、はい、そういうわけで、私の場合ですけれども、術後1日目は吐き気さえなければ、もう痛みはなかったので、その時点で、すごく元気な入院生活を送れたかなと思うんですけど、本当にね吐き気に襲われていたので、そう全然丸々1日ダメでしたけど、本当にね吐き気さえなければ全然元気にね過ごせると思います。それが普通の腹腔鏡手術だとやっぱりねお腹にできた傷の痛みがあると思うので、そうちょっとねいたたたたみたいな感じにはなるのかなと思うんですけど、やっぱり V の通式っていうところでお腹に傷ができてないので、そう何回も言うけど吐き気さえなければすごく元気に翌日から行動できると思います。はい、ということで、術後1日目手術の翌日ですね、その、お話でした。本当にね吐き気に襲われた話しかしてないですけれども、はい、そういうこともありますよっていうことで、やっぱ吐き気に関してはその麻酔酔いとかその痛み止めによる副作用とかはなんか女性に多くて、さらに車酔いしやすい人がなりやすいらしいんですよね。でも私もまさに当てはまっているので、そうだからもう不安な人はもう最初からお医者さんとかね麻酔科の先生にね相談して、その吐き気に対する対処をねあらかじめしておくといいのかななんて思います。はい、それではね次の動画では残りの入院生活について、退院までのお話ができるかなと思うので、次の動画ももしよろしければご覧ください。それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。